東京都道256号八王子国立線東京都道256号八王子国立線は東京都八王子市の国道20号高倉町西交差点から日野市立川市を経て国立市国立インター入口交差点で再び国道20号に至る一般都道である国道20号日野バイパスの開通に伴い2007年4月1日より 都道に移管された路線である。移管後も通称名、公衆街道は変わっていない。キロポストや放物線上のガードレールなど、国道時代の名残が多く残っている。起点からの八王子市内と立川市、日野橋交差点から、国立市終点までが4車線で、日野市内から日野橋を渡った立川市、日野橋交差点までまが2車線となっている。なお、日野駅周辺については、 日の宿通りとする構想がある。日の橋交差点から国立インター入口交差点までの国立市内の区間は4車線であるが、通常の4車線よりも車線の福井が狭く、右折レーンを設置している交差点付近では2車線になる。また、歩道も1メートル未満の福井しかなく、歩行者がすれ違うのに支障をきたすほどである。これは、 1964年の東京オリンピックの頃に多摩川の砂利を建築資材として都心に運搬するため交通量が増加することを見越して2車線を4車線にしたがその際に歩道を削り歩道上の電柱を隣接民誘致に移すなどの方法が取られ都市計画決定上16メートルのはずの福音が実際には15メートル程度であるためであるそのため 日のバイパスの全通に続いて、周辺道路の整備状況によって、歩道が狭い日の橋交差点から終点にかけての2、車線化と歩道の拡幅が計画がある。日のバイパスの全通後1年で、ヤホでの、この路線の通行量は、一日38,500台から32,400台に、約16%減少している。しかし、東京都は、 通行量が2万2000台に減少することに、車線化の目安としており、そのためには、周辺の道路ネットワークの整備が不可欠であることから、まだ時間がかかる見込みである。ABTBS、噂の、東京マガジン2009年7月5日、放送文、噂の現場、待ったなし。公衆街道に隠れた危険と謎。東京都三玉道路、促進検討委員会報告書。 2003年12月、一般国土20号線開通から1年、日のバイパス周辺において、交通事故が3割、県証国土交通省関東地方整備局、愛部国道事務所、平成20年6月6日、ありがとうございます。